本田翼6月27日台は日本の女優、ファッションモデル、YouTuber ーー、タレント。主な愛称はバッサー。東京都出身、スターダストプロモーション所属。2006年に当時の所属事務所であったスプラッシュからそれぞれ別々の7人によってスカウトされる。2006年にファッション雑誌、セブンティーンの専属モデルとしてデビュー。2007年からは ラブベリーの専属モデルへ転籍。2010年1月からはノンノの専属モデルとなり、2018年まで務める。2012年にはドラマ GTO の生徒役で一役有名に、他に恋愛にと忘れた恋の始め方で、テレビドラマ初レギュラー出演、映画ファッションストーリー、モデルマイナスで映画初主演。 初出演を果たすなど女優業を本格化させたほか、同年4月より1年間、トーク番組、A スタジオで4代目アシスタントを務めた。2015年7月クールのフジテレビ月9ドラマ、恋中で、初のヒロイン役を演じる。2018年9月、YouTube チャンネル、ホンダのバイクを開設し、ゲーム実況の生配信及び動画投稿を開始。 2018年10月9日の18時頃に登録者数百万人を突破した。およそ1ヶ月でのスピード記録。コメントで多くの人から顔出しをリクエストされたが、ゲームをしている時の顔は見られたくないです。すみません。と断っている。2019年10月22日には、ホンダのバイク1周年を記念し、埼玉スーパーアリーナで、 ファンと共にゲームを楽しむイベントを開催し、約1万7000人を集めた。またそのイベントの告知と共に近況を語る3分弱の動画を投稿したところ、およそ2ヶ月で視聴回数が500万回に達した。2020年7月2日スタートの中井大輔と本田翼と夜な夜なラブゴさんでバラエティ番組の MC に初挑戦。ただし初回収録の当日、本田が 急性中水炎で入院し、欠席での番組スタートとなった2021年上半期のタレント CM 起用者数ランキングにおいて初の1位を獲得。放映中の CM 放映が終了した CM2019 年。ありがとうございます。